はいどうも白滝です。今回の動画は4月にですね登場しましたパースピポイントクラブ、まあこれのですね変更点があったということで、まあそれに紹介していくのと、まああとはですねもうすぐすれば6周年、まあ6周年経ってね、まあいろんなね野手とか投手とか登場しました。まあその中でちょっとね気になる投手がいたということで、まあそれもね紹介していこうかなと思います。こちらはね阪神純正の方になりまして、侍ジャパン第2弾で阪神青柳選手が登場しています。まあ、ちょっとねガチャを引くことはできないんですけれども無料10連、まあ、これで当てていこうかなと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということでガチャ画面の方に来ました青柳選手、まあ、阪神純正なのでもう阪神の選手しかいりません。まあ、称号でね9位型 A にすることもできますし、まあ、なんといってもね中継ぎ適正 D になります。まあ、中継ぎにおけるのはね本当にありがたい、キレ伸び耐えらんな、ということで引いていきましょう。もう本当にね侍の青柳選手しかいらないんで頼みます。青柳選手で昨日にね、まあ、一応侍かな本アカウントの方で、まあ、侍ジャパン誰を狙ったのか、まあ、多分サムネ書いてると思うんで、見ていない方はねサムネ貼ってるか画像貼ってると思うんで、見ていない方はねぜひとも概要欄のリンクからぜひともねこの動画見終わった後飛んでください。来ました、長志くん。これはラッキー、これはラッキーすぎる。まあ、阪神純正は本当にねミキサーの球が結構重要になってくるので全然揃ってないんですよ。ということでラスト青柳選手、山崎康明投手、これで、まあ、計4枚目よく来るんよね。なんかベイスターズの選手がね本当になんか知らないんですけどめちゃめちゃ来るんですよ。阪神純正なのに阪神の選手が来ず、ベイサーの図の選手がめちゃめちゃ来るという謎の現象が起きています。まあ、この現象の名前ねぜひともコメント欄に書いてください。ということでやっていきましょう。パースピポイントクラブについてこちらねお知らせの方になりまして、まあ、下の方にね書いています。パースピポイントクラブのポイントがより使いやすくなります。中身の方を見ていくと一番最初のね文章が重要でして、ゲームアイテム、このねプロスピエースで言えば特殊コーチ、特殊コーチの SAB、 あとはですね試練の本かな、まあ、そういったものがですねポイントで交換できるんですけども、そのゲームアイテム交換時、プロ野球スピリッツエース、実況パワフルプロ野球、実況パワフルサッカー、それぞれのポイントアプリポイントが合算して使用できるように変更いたしました。この変更が8月18日水曜頃に変更の予定をしております。まあ、これはね本当にありがたい。まあ、これに関してね分かりやすいなんか絵みたいなのがあるので、まあ、それ見ながらちょっと説明していこうかなと思います。こちらはですねパースピポイントクラブのねサイトになりまして、まあ、2021年8月11日、まあ、ゲームアイテム交換時、まあ、これについてはね先ほど説明しました。そしてねここが重要でして、変更予定の内容、ゲームアイテム交換時ポイントを利用する、これはね全てのユーザーが分かっています。そして変更前パースピポイント共通というねポイントの種類が一つあります。そして同一タイトル同一 OS の種類のポイント、まあ、このね一応2つがあります。どういったものがね変更されたのか、パースピポイント共通、まあ、このね種類は変わりません。同一 OS の種類のポイントのみ交換、まあ、これがね変わっています。まあ、この辺のね分かりやすい例とすれば、こちらになります。分かりやすい例がねこちらに書かれていまして、持っているポイントの種類とポイント数で、まずね先ほど説明した通りパースピポイント共通、まあ、これはですねどんなねアイテムにも交換することができます。実況パワフルプロ野球のアイテム、あとはプロスピのアイテム、これね全てのポイント共通になっています。2つ目がですねパースピポイントかっこパワープロアプリ、まあ、プロスピエースで言えばねデイリーミッション、まあ、そういったもので、まあ、このねパワープロ内でも、ポイントね集めることができます。この一番最後のねポイントが重要でして、パースピポイントかっこプロスピエースで貯めたポイント、まあ、これがね300ポイントあります。まあ、このですねプロスピエースで貯めたポイントはプロスピエースしか使うことができません。だがですね18日からねそれが変更されて、プロスピエースでも貯めたポイントをパワープロのねアイテムに交換することができます。これはですね逆にパワープロで貯めたポイントをプロスピエースに使うことができる、まあ、これがね変更されたということで、いや
これは本当にねかなり、まあ、いい改善にはなっているんじゃないのかなと思います。こういったね変更点が18日にありまして、ユーザーがやるべきこととしては、パワープロのアプリとあとパワーサカかな、まあ、これを入れてもらいまして、まあ、その後ですねデイリーミッション的なものをねやってもらいます。でパワープロ内の、ポイント、あとパワーサカ内のポイント、まあ、それを貯めていけばプロスペースにもね使うことができます。こちらの画像はプロスペースのアイテムのね交換一覧になりまして、120ポイントで S ランク特殊コーチで、 A ランク特殊コーチが60ポイントになります。 B ランク特殊コーチが30ポイント、まあこれがですねプロスペース内のねデイリーミッションで、まあ、ポイント貯めてもらうんですけれども、まあ、全く持って足りない、まあ、そういった時に、パワープロの、ポイントを使うことができます。あとはパワーサカのねポイントも使うことができます。他にもですねプロスペースのねアイテム交換できまして、まあ、試練の極意書、まあ、これに関してはですね、まあ、特にね、まあ、交換する必要はありません。まあ、それであれば試練のね、2倍とか、まあ、スタミナ半分の時に試練やってもらえば、そっちの方がね効率よく稼ぐことができるので、まあ、ポイントが余っても、まあ、次回の月に繰り越すことができるので、まあ、その時に S ランクの特殊コーチかな、まあ、B ランク特殊コーチ、 A ランク特殊コーチに変更してください、交換してください。次の画像になります。今現在で自分が保有しているポイント数になります。まあ、256ポイントありまして、まあ、そのですね内訳としては、パワースピポイント共通が15ポイント、まあ、これはですねパワープロのアプリのアイテム、あとはですねプロスペースパワーサカに使うことができます。2個目のですねパワースピポイントかっこパワープロアプリ、まあ、これね100ポイントもらっていまして、これはですねパワースピポイント共通のなんかミッションをですねクリアするためにパワープロのねアプリをインストールしました。まあ、そのねインストールした時にパワープロアプリのポイントはね100ポイントもらえることができました。このポイントが、まあ、18日の変更でプロスペースにも使うことができます。3個目になりまして、同じアプリでも iOS と Android というものがあります。まあ、Android にですねデータを移行してポイントを貯める、まあ、そしてですね iPhone にねデータ移行した場合、まあ、そのポイントはね使えないので、まあ、そういったねやり方はしないでください。 iPhone の方でパワープロとねパワーサカをインストールしてそこで貯めないと、まあ、iOS 同士はね使うことはできません。そこで注意ポイントなので、まあ、そういったねやり方は絶対にやらないでください。あとねこれは余談なんですけれども、プロスピ2021早期購入特典キャンペーン、まあ、これをですねまだね交換していません。まあ、これのですね交換のね最終期限としては8月の31日火曜の23時59分まで、まあ、これね30日に、ね、交換することによって、まあ、自チーム S 契約書これね1ヶ月持ち越すことができます。まあ、だからですね1ヶ月ね保管することができます。だから10月の、初旬あたりかな、まあ、そこら辺で S に引けば、まあ、シリーズ2の選手がですね数名いた状態の、まあ、契約書で引くことができる。まあ、一応ですね、まあ、30日に、ね、まあ、自分は交換していこうかなと思います。はい、ということでパワースピポイントクラブ、まあ、変更点があったということで、まあ、それらをね説明しました。無課金美課金勢にとってね、まあ、特殊はかなり難しく、まあ、こういったね変更点があることによって、まあ、特殊コーチ、まあ、これをですね交換しやすくなっているので、まあ、特殊したい選手がいるのであれば、まあ、ぜひともですねポイントね集めていってください。良ければですねチャンネル登録とね高評価、そしてねわからないことがあれば、まあ、コメント欄にねコメント書いてください。ということで今回は以上。